はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。5時半になろうとしてますね。3月7日のサースデーでございまして、毎日毎日ね、お隣さんのニュースサイトを見て回るんですけどですね、ここのとこね、ネタが少ないんですよね。なんかお隣さんらしくですね、もっといいみたいなことをですね、いっぱいやってくれはったらいいんですけど、最近ね、ないんですよ、それが。まともなんですよ。らしいなということをでガンガンやってほしいし、日本との間もね、あんまりないでしょ。この前のあの日立造船の事件ぐらいで、で、まあ、今日はこれですね、連合ニュースというですね、向こうの通信社ですね、今日出ましたきりです。16時33分と言いますから、まだ1時間経っていないですね。韓国医療現場の混乱長期化か、研修医自由のみ政府退職届認めずという、まだ混乱が続いているようでございましてですね、ちょっと読ませていただきますと、韓国で大学医学部の定員を増員する政府の方針に、反発して研修医が医療現場を離脱し始めてから半月が経過した。政府の警告にもかかわらず研修医が職場に復帰する気配はない。研修医側が退職届の提出から1ヶ月が過ぎれば自由の身になれると主張するのに対し、政府は医療法などを根拠に退職は認められないとしており、こうした隔たりから事態は長期化の様相を見せ始めた。医療界では研修医の不在が当初の予想以上に長引きかねないとの懸念が強まっている。引き返せない状況に至っており、研修医の復帰は期待しがたいとの見方も出ている。河川大吉病院のオム・ジュン・シク教授は何か、新規インターンの採用も諦めている。研修中に退職届を提出した研修医もほぼ戻ってきそうにない。今回発生した空白はこの先3から4年続くかもしれないと懸念を示した。政府は早い段階から法的な対応に言及し、強硬発言を重ねたことから研修医を一層かたくなにさせたとの指摘もある研修医は実家に経済力あるケースが多い上、自己主張がはっきりした MZ 世代向こうね、いろんな世代があるんですよ、よくわからないという点も復帰を望めない理由の一部に挙げられている。その世代だからってね、全部こういう人やっていう、そういうことはないと思うんですけどね。まあそこはですね、多様性のない韓国社会なんでですね、おおむねこういう人たちっていうのがその世代なんでしょうかねただまずは退職届は受理され、自由に他の医療機関に移るか開業できることが前提となる研修医側は民法根拠に退職届の提出から1ヶ月を過ぎれば自動的に退職の効力が発行するものと期待する。民法第660条は雇用期間の定めがない労働者の場合、退職の意思を表示してから1ヶ月が経過すると効力が発生するとみなす。一方、政府は研修医の退職届提出自体を認めないとの立場だった。それはちょっと変ちゃうのといや、そんな自由やそんな。これより先に政府が医療法にのっとった診療維持命令を発令したため、退職の効力は発生しないと解釈する。また研修医には研修期間があるため、民法660の雇用期間の定めのない労働者には当たらないとも指摘すると。まあ、以下ぐじゃぐじゃ続くんですけど、まあ、これね、またいくつも裁判が起きそうな感じでございます。一つね、私の感想を言わせていただければですね、これは割合お隣さんらしい、こう、出来事ですね。研修医側がですね、もうエモーショナルになってるわけですね。で、ギャーって言うてる限りですね、熱が冷めないとですね、終わらないんですよ。一月はそこらでは冷めませんね。2019年のノージャパン運動はあれ半年ぐらい続きました。ノージャパンっていうのは不買運動って大体すぐにシュンとなるんですけど、あれは長い間続きましたね。あとはですね、牛肉騒動。もう割合2、3ヶ月続いたんじゃないですかね。
冷静に考えたらね、その定員を増やすからって言って研修医が退職届出すっていうのは理屈には合っていないそういう、こう行動の仕方はですね、認められないし、患者に迷惑かかるわけでしょ。これによって命を落とす人もいるわけであってですね、冷静に考えたら理屈に合わないんですけど、お隣さんの場合ね、こう理屈に合うかどうかって、合理的かどうかっていうよりもエモーショナルが優先なんですね。だからですね、もう何と言いますか、そっちの方に走ってしまうわけですよ。エモーショナルを優先することに何らためらいのない人たちが、多数派なのがお隣さんでして、エモーショナルはすなわち正義なんですよ。なんで多分これね、この記事にあるように 3,4 年は続くと思いますし、新しくですね、研修医毎年毎年3,000 人ずつ生まれていくわけでして、まあ 4,5 年経ったら回復するんちゃいますか。日本と同じように医学部は6年生だと思うんですね。まあだから7年目ぐらいからドドッとまた研修医が出てくるでしょうから、でその間じゃあ辞めた人どうなのという話ですねこれはずっと裁判をするんだと思うんですけど、兵隊に取られますねそれであと医師免許というものをですね、停止されたりするとですね、兵隊に来いということになります。だからここでもう一騒動ぐらい起こるんちゃうかなという気がしますねまあいろんなね事情があってですね、研修医側にも言いたいことはいっぱいあるでしょうけども、まあでもちょっとやりすぎた感じはするし、この件についてですね、国民の世論は政府側ですねだって国民の大半は医療におけるコンシューマーですからね、サービスが受けられなくなるっていうのはそれは嫌でしょうなんでこの件については政府側なんで、この件でユン・ソンニョルさん支持率を上げたりしてますね、だからこの4月10日まもなくあと一月ちょいに迫りました韓国の総選挙ではですね、意外や意外ですね、ユンさんの与党がそれなりに善戦するんではないかという予想が今出てきてます。まあ野党ね、インチキ臭さ満点ですからね、長国みたいなやつがですね入ってるわけであってですね、当選しそうなんであってですね、ユン・ミヒャンとかどうなるんでしょうね、ああいうこう綺麗事言うて裏で悪いこといっぱいしてるっていうやつらがですね、ちょっと野党では目立ちすぎてるんちゃいますかで野党の党首自体があれでしょ、今3つぐらいの嫌疑でですね、これから犯罪者になる可能性があるわけでしょ、前科もあるみたいですね、いろんな目がやられてちょっとね、インチキ臭さ満点になってきてるんで、野党が、ちょっと 2,3 ヶ月前はですね、与党勝てないやろという予想だったんですけども、今ちょっと分からなくなってきましたね アメリカの大統領選挙もですね、面白いんですけどもですね、今年はまず台湾の選挙が1月にあってですね、その次のですね、まあ、東アジアでは韓国のこの総選挙というのも焦点になってきてですね、ここに来てですね、この研修医問題、というので、与党にはややフォローの風が吹き始めたかなと。で、これね、多分ね、これでお医者さん辞めてしまうような人もね、2桁では済まないんちゃうんですかね、2桁ぐらい出てくるんちゃいますかね、9000人、辞表を叩きつけたと言われています。んなことせんでええやん別にと思うんですけど、カーッとなってしまうわけですよ、分かりやすく言うと、日本でいうところのなんていうか、こう民族全体が ADHD ちゃうんかお前らみたいなですねそんな感じでして、民族全体が ADHD で、しかも巨大なタワマン社会というですね、こうわけわからん世界になってるわけですよ、私の理解はね、私の理解ですよ。だからですね、一旦走り始めたらですね、意地をこう張り通してですね、こう行き着くところまで行ってしまうみたいなですね、どこ誰か止めてくれみたいな、そういう世界ですけど、誰も止められないということですね。なんでこれ、この後を引きそうなですね、韓国社会に尾を引きそうなですね、問題を残しそうな気がしますね。政府側から妥協する感じは全く見えませんからね。だから9000人ですけども半分以上は戻ると思うんですけどね、でないと医者辞めなあかんでしょ
せっかくなってもそんな続けたらええやんと私は思います。ではこの連合ニュースのサイト一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。